クラフトマンシップシリーズと題してお送りしている靴製作の全工程。普段なかなか見る機会が少ない熟練された職人の技術をぜひご覧ください。作業を担当するのは製工士の日野本智明さん。前回はヒールカーブのミシン掛けとその部分に補強のテープを貼り、高革の貼り付けとカウンター部分のミシン掛けを行いました。今回の工程は成功の仕上げとなります。まずは高革と裏革を貼り付けます。貼り付けてで、ちょっとこう丸める。続いてタンの部分にミシンをかけていきます。はみ出してる部分を、そうですね、カットしていきます。これでおしまいです。次に玉出しを履き口のところに貼っていきます。玉出しって何ですか？あ、本当にあの補強材みたいなものですよね。その内側の革と外側の革を、そうですね、間にこうやって貼っていきます。これ貼らないとどうなっちゃうんですか？あ、もう伸びちゃいますよね、ここの部分が全体的に。なので形が変わっちゃうので。あ、そうですね。あ、じゃあ大事ですね。かなり大事だと思います。でこの中にもこういうふうにタコ糸が入っているので、まあ、いろんな入れ方があると思うんです。ここに履き口のところにこう伸び止めテープを貼る人もいらっしゃいますけど、私の場合はここに、芯材を入れて伸び止めテープの代わりにしています。こういうのが入ってるんですか？どの靴もそういうのが入って、切りっぱなしのこういう履き口の場合には基本こういう、だいたいドレス系の靴の場合はこういうふうに玉出しってあるビーディングですよね、言われてるものを、一般的には入れてたりすることのが多いんじゃないですかね。成功の動画ってあんまり見たことないんで、うん、私も成功はこの玉出しっていう貼るのって初めて見るなっていう、うん、何かこうね、靴を勉強したい人とかになんかこう役に立ててたらいいですよね。でもやっぱ基本が一番、やっぱこうものづくりって基本があってからアレンジしないと。私もすごくそうでしたけど、間違ったやっぱり知識で物を作っていくと、うん、おいおい本当に困ることが多かったので、うん、かといってなかなかこう何が正解かわからなかったので、本当いろんな方の作業を自分も目で見て確かめて、うん、一番ベストなことを今一応やらせてもらってるって感じなんですよね。
これで一応完成ですね。玉出しを貼り終えたら、もう一つの裏側を貼っていきます。やっぱり成功も工程が多いですよね。多いですよね、本当に多いと思います。こうやって貼り方一つにしてもちゃんとした貼り方があるとは思いますけど、まあいろいろやり方がそれぞれあると思いますけど、工程も貼り方も人それぞれ違うので、やり方がこれで一旦裏と裏側をこう貼ったならば、はい、次にここの紐を通してアイレットのところに穴を開けていきます。この印の真ん中のところにね、穴を開けていきます。でそこからまたこれも補強のために、はいはい、まあ、いろんなやり方あるんですけど、裏ハトメっていうものを裏側の方につけていきます。はい、ハトメってあったりなかったりしますよね。うん、あったりなかったりしますよね。なので、まあ、今回こういうふうに Eナイロンって言われてちょっとナイロンテープ貼ってるんですけど、それでも代用してるところもありますよね。うん、なんか表にハトメが見えるとちょっとカジュアルに見えますよね。そうですね、確かにそうですよね。こうやって裏の方にドレス系の場合はどちらかというとそうですね、裏の方にハトメがこう入ってたりすることが多いのかもしれないですよね、一般的にはね。これで今度は菊割りっていうのを使うんですけど、菊割り、うん、それでちょっとさっきのハトメをちょっと叩いていきます。あ、うん、開かせる。そうですね、開かしてはまっていくとこういう感じになりますよね。裏の表の方が、あ、うん、ですね。続いて履き口の周りをミシン掛けしていきます。はい、回った革を一切りっていうこの道具で、一切り、うん、数字の位置に切るっていう字を書いて一切りって読むんですけど、カッターじゃないんですね。カッターじゃないんですよね。道具で一応さらうっていう言葉を使うんですけど、楽しそうです。楽しそうね、皮はこうやっとすっきりしますよね。残ってた皮をこうなくすっていうか、ようやく仕上がるっていうか。なんか間違えずにザクッて深くまでいっちゃいます。だけどいっちゃうんですか。いっちゃいますけど、深くまでいくようによくね、昔の職人さんはさっとさらえって言ってましたけど、男物の場合結構皮が厚いし
少しさらいが残ってた方がいいのかなって個人的には思います。それは強度の問題ですよね。ギリギリじゃなく、たまに糸切れてるのもあると思いますよ、裏の方の糸が。うん、こんな感じですかね。続いて再び甲皮と裏皮をミシン掛けします。そして最後に、かんぬきと呼ばれる最も皮が厚い部分をミシン掛けします。皮が厚くなると、途中で糸が切れる恐れもあるため、一針一針慎重に縫い進めます。気遣いますね。今回の工程は以上です。次回もどうぞご期待ください。